ジョン・ラーベ、ジョン・ハイン・リヒ・デ・トレフ、ラーベ、ジョン・ハイン・リヒ・デ・トレフ・ラベ、1882年11月23日から1950年1月5日は、ドイツ人商社員、シーメンス社の中国駐在員、後、中国支社総責任者として、約30年にわたって、中国に滞在し、日中戦争の南京攻略戦時には、民間人の保護活動に尽力した。 国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党南京支部副支部長、南京安全区国際委員会委員長。ドイツ帝国のハンブルクに生まれる。商社での修行の後アフリカに渡って数年を過ごし、1908年に中国に移り、1910年からシーメンス社の中国支社で勤務。一階の商社員として、新洋、北京、天津、上海、 そして南京と中国各地を転勤する。その間、中国は新朝から中華民国へと移り変わり、さらには日本の進出によって1932年に満州国が建国される。母国ドイツでは1918年にドイツ革命の勃発によってドイツ帝国は崩壊し、ワイマール共和国が成立、さらに1933には アドルフ・ヒトラー率いるナチ党が政権を奪取し、ナチス・ドイツとなるなど劇の時代を迎えていた。ナチス・ドイツ成立時、中国では最古産のドイツ人であり、ワイマール期に引き続いて、ドイツ政府と強い骨を持ち続ける巨大複合企業、シーメンスの中国支社のトップとして、またま南京にいたラーベは、ナチス南京支部副支部長に就任する。この頃より、 糖尿病の持病があり、南京市にてインスリン治療を受けていた。1937年、日中戦争が勃発し、日本軍による南京攻略戦の際に、他の十数人の外国人と共同で組織した南京安全区国際委員会の委員長となって、中国民間人の保護に努める。その他自分の所有する土地にハーゲンクロイツキを掲げ、 602人と言われる避難してきた民間人を戦火から守ろうとした。南京陥落後は約20万人ともされる中国人避難民が殺到した安全区、南城内の北西部に設置された外国人の施設や邸宅が多くある地区の代表として非人道的行為の防止に尽力する。1938年2月28日に南京からの退去を日本軍に命ぜられ、 ドイツに帰国したラーベは母国ドイツが日本、イタリアとの三国同盟を予定していることを知り、これに反対する政治活動を開始する。ベルリンその他で日本軍の残虐行為を懸念するフィルムの上映、写真の展示を行うとともに、ヒトラーに上申書を提出し、日本軍による非人道的行為を止めさせるよう働きかけることを提言した。しかし、 政府からは全く相手にされないどころか、直後に、ゲシュタポによって、逮捕拘留される。シーメンス社の介入によって、すぐに釈放されたが、写真の類を没収されるとともに、異国王での発言を禁止された。シーメンス社はその後も彼を雇用し続け、ラーベの身の安全を確保するためアフガニスタンに一時的に、転勤させた後、終戦まで、ベルリン本社で、 海外出張する社員の世話をする、書務係として勤務させた。失意のラーベはこの期間に、後にラーベの日記として再発見されることになる倉庫を何年にもわたって書き綴っていたようである。戦後もシーメンス社でごくわずかな期間働いたが、ナチ党員であったことを理由に、ソ連軍とイギリス軍に相次いで逮捕され、激しい尋問を受けた。 イギリス軍政当局によって労働許可を剥奪され、長い日那地下のプロセスを経験させられた。日那地下が完了して釈放されたのは1946年6月であったが、その後も周囲から元那ち党員としての非難を受け、貧しい生活を余儀なくされることになった。1948年より南京市から小学の年金を支給されていたが、ほどなく、 国境内戦によって中華民国政府が南京市を追われたために打ち切られるなど戦中、戦後の混乱の中で不遇な生活を送った。1950年に脳卒中の試し去。墓所はベルリンシャルロッテンブルク地区のにある。ラーベの日記は、後1996年に孫のトーマス・ラーベ及び当時ラーベ家の触覚であったエルビン・ビッケルと元 ドイツ中国大使によって出版された。英語、中国語、及び、平野教師によって、南京の真実の放題で日本語に翻訳されている。ラーベの日記の日本語訳である、南京の真実、講談社、1997年、後講談社文庫、2000年について、日独平和フォーラムベルリン代表の一人である、梶村ムラ大二郎は、多数の語訳や、内容の改ざん、 鉄道について指摘し、原書とは似ても似つかぬ、通俗な、歴史読み物になってしまっているとして批判している。カジは、日本語訳本の帯にビッケルトの言葉として、引用された、南京のシンドラーという表現について、ビッケルト自身は、ラーベは、南京のシンドラーではないと現所に書いているの、なぜか原書と、正反対にされていると指摘した上で、さらに原著における、ラーベは、 南京のシンドラーではないという文章が翻訳では、省略という形で削除されていると指摘している。平野の訳では、この本の276ページ、ラーベとラーベの日記自体についてのビッケルトの解説として、1996年12月、彼の日記が公表された時、ニューヨークタイムズはラーベを南京のオスカーシンドラーと称えたと訳され、 それに続いて共通点を挙げた記述の後、オスカーシンドラーの場合は、どこまで商業上の利益が絡んでいたのか、半然としないところがあった。だが、ジョン・ラーベの動機は、間違いなく純粋だと訳されている。さらに、役所を公越、解説した横山博明による、中国のシンドラーと呼ばれるのも当然という発言に、対して、なぜ古速な隠蔽で現象と異なる。 人物像を宣伝するのか、もし映画で有名なンドラーにあやかる商業主義によるのであれば、学者として恥ずかしくはないのだろうか、として批判した。他、同役書には、ユダヤ人、日本軍関係について原著にはない表現が、過失されたりしており、原書の持つ資料としての価値は、完全に失われているとして批判した。日本軍の侵攻によって、 三十年間の努力を無駄にされて帰国せざるを得なかったラーベは政治的に中立的人物であったとは言い難いという主張がある。当時のドイツは中国戦線においては日本の同盟国ではなく第一次世界大戦におけるジンタを攻防戦での急行戦国でありアメリカ・イギリスと共に小介析の国民党軍を軍事的、財政的に支援す敵対勢力であった。 ドイツは国民党に莫大な借款を与え、小海石軍の用いていた武器の70%がドイツ製であったと言われるほどの多量の武器を供与し、軍事顧問団の派遣まで行っていた。またシーメンス社もラーベを通じて国民党に電話施設や発電所施設を売っていた。一方でドイツは先の第一次大戦の敗北によって表向きは武器の輸出を禁止されていた。 このため、シーメンス社など民間会社の駐在員たちが中国への武器輸出を裏で仲介していたのではないか。特に、中国滞在30年の最古産の社員かつ、ナチス党南京副祉部長でもあったラーベがこれにく、関与していなかったとは考えにくいという主張がある。田中正明は、ラーベの所属するシーメンス社は、兵器や通信機の有名な製作会社である。ラーベの収めた、 放射法は当時日本にもない優秀なものであったと、ラーベが対中国国民党の武器商人であったという説を発表した。また、アメリカハーバード大学の教授は、シーメンス社がオランダの複数の会社を通じて中国へ武器を売っていたと指摘し、西条大学教授の田島信夫も、1920年代のラーベは武器貿易に関わったと述べている。 南京でラーベが暮らしていた住居は2006年にドイツ政府の資金拠出225万円によって修理、保存されており彼の銅像も置かれている。ラーベのドイツでの知名度は低かったがヨハネスラウ大統領は中国訪問の際に記念碑を訪れてその功績を検証した。ハイデルベルクにもラーベの名を冠した施設と共造がある。 2009年に、ラーベを、主人公とした、ドイツ、中華人民共和国、フランスの合作映画、ジョン・ラーベ南京のシンドラー、20世紀、ホックス・配給、現代、ジョン・ラーベ、英国タイトルシティ・オブ・ウォー、ザ・ストーリー・オブ・ジョン・ラーベ、が制作され、同年4月2日に、ドイツで、続いて、同28日には中国でも公開された。同年11月には、ベルギー、 フランス、イタリア、スペインでも公開されている。第59回ドイツ映画賞にて、主演男優賞、ウルリヒトクル、作品賞、ベンヤミン・ヘルマン、ミシャ、ホフマン、ヤン・モイト、美術賞、トキョカ、衣装賞、ディジー・クリストルの4部門で受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。